行に悪いからね。お帰りなさいませ、メリア様。アリシア、役目は、果たされたんですね。迷惑かけたわね。アリシア、私はあなたにどんな顔をすれば。アリシア、ご無礼なのは承知です。ですが今はこうさせてください。深い事情はわかりません。ですがソフィア様の気配が消えたってことはそういうことなんですよね。アリシア、あなた、教えてください。ソフィアは最後、笑っていましたか。うん、そう。なら私はソフィア様の未練を果たさないといけませんね。メリア様、明日、私を専属神にさせてください。怒ってないの、正直、敵討ち、罵倒は覚悟してた。ソフィア様が笑っていたのに、私がそれをする理由がありますか。笑って消えたなら、私はソフィア様の代わりにできることをするまでです。ごめんなさい、アリシア。ソフィアを守りきれなくて。メリア様、共に頑張りましょう。今日はもうお休みください。そして明日、パト様から専属神にさせていただけたらと思います。うん、約束する。私からもお願いします。アリシアならご主人だけでなく、帝国すべてを優しさで包み込んでくれる。そして次の日、従属神と配下神との面談が終わった後、アリシアは約束通り、専属神になりました。私とアリシアが強く祈願し、ご主人が大変喜んで。あとはソフィアが来てくれたら嬉しいな、メリア。そうですね。約束の日、その日が来た時、私はどう返事すればいいのか。ずっと心の隅で引っかかっていました。そして私はアリシアの専属神の余裕を教え。帝国の政治、経済、方針、組織運営など時間ある限り教えました。アリシアは一度聞いたことを覚える知識の宝物庫、つまり完全記憶能力を持っていたため。覚えが早く、そして理解も恐ろしいほど早かったです。本当にいい子が専属神になってくれたなんて私も心から喜びました。約束の日、ソフィアが来なかった。ご主人は大変悲しんでいました。俺は、お前と同じ気持ちだと思っていたんだがな。ご主人は強い人でした。次の日からは何事もなかったかのように、私たちの前では笑顔で、無邪気に接してくれました。そして、それから一週間後、ご主人は世界旅行がしたいと言い出し、地球に訪れ。以前話した通り、事件が起き、2年の月日が流れて今に至ります。今日も、帰ってこないんですね。パト様とメリア様が外出してから半年。とある日、いきなり、パト様とメリア様の気配が消えて、消息不明になって、パト様は死んでない。私が生きてるのが何よりの証拠。だから今もパト様とメリア様はどこかで生きてる。メリア様のこと、絶対に帝国を放っておかない。何かあったのは間違いないんだ。メリア様はきっと今もどこかで頑張ってる。こっちは私に任せてくれたんだ。私が頑張らないでどうする。こっちは任せてください。専属神アリシア、絶対にパト様とメリア様が帰ってくるまで、この帝国を守り続けます。そして、ここからが私のその後の話。死ねなかったんだ。メリアの攻撃が当たる前に自動的に意思水脳が働いて、気づいたらここにいた。はは、伊達に帝王神候補じゃないってことか、簡単には死ねないよね。くそ。なんで死ねない？なんで生きてる？誰も求めてないのに。迷惑な存在でしかないのに。あの時、すべてを諦められたのに、なんで。私は、無傷で生きてる。どうしたらいいの？元の居場所にも帰れない？メリアにも、アリシアにも、エルフ族のみんなにも、パトにも。メリアで私が殺せないなら、自分の手で消えてしまえばいい。私なんて誰も求めてなんか、こんな力なければよかった。最初からこんな力なんて望んでいなかった。最初からこんな結末なんて望んでいなかった。最初から幸せになんかなれなかった。この力さえなければ私は幸せになれたのかな。次生まれ変わった時は、もっと幸せなことがありますように。酷な選択をさせた上に消えることもできなかったか。異質異能、完全に消えることはありえない。
そういうことか。ソフィア、あなたには9つの封印をします。この鍵は本来帝王信仰法の試練に使われるもの。これよりまださらに鍵の力を封印し、より深く能力と力を封印する。さて、これでほとんどの力、能力は封印した。これで始末できるだろう。消え去れ、バグ。な。我が娘に触れるな、帝王神メルトリア。これ以上我が娘に対し、災いをもたらすのであれば、世界がお前を許さぬ。なるほど、そういうことか。いいだろう、いずれその封印も解かれるだろう。その時、私自ら再度判決を下そう。厄介なものだよ、異質異能を支配する神、ソフィア、ターフェアイト。これもまた運命か。確かここ周辺で大きな光があったはず。森の中に少女が一人。気を失ってるのか。仕方ない、本来監獄島はそういう場所ではないが、傷ついた人が目の前にいるのにほっとけるわけもない。身元がわかるまで監獄島で保護しようか。頭骨、許してくれるかね。以上です。そんな、ひどい。わかった、私は生きてていい存在じゃないんだよ。だから死ぬことを認めてるの。でもパトが来てくれた、迎えに来てくれた、だから、会いたくて。全部、俺のせいじゃねえかよ。ご主人。さっきの話、俺は何してたんだよ。何もしてないじゃないか。自分のことばっかりで、周りなんて見向きもしないで。だって、ご主人は、なんでメリアが苦しんでいたのに一番近くにいた俺は気づいてやれなかったんだ。なんで、気づいて手を差し伸べてやらなかったんだ。俺は候補1位なんだろ。何でもできる神だったんだろ。なんでお前たちの悲劇を、知らなかったんだよ。なんで何でもできるくせに自分の大切なものを守れなかったんだよ。パパは悪く、悪いよ。ずっと思ってたさ。俺が力を失った時もそうだ。バカじゃねえのかって、何うぬぼれて周りに、守ってやらないといけないメリアやアリシア、ソフィア、帝国の神たちに迷惑かけてんだよ。それで帝王信仰法1位だ。ふざけんな。身近の大切なものも守れなくて何が帝王神だ。ご主人。メリア、お前にはいつも汚れ役ばかりやらせて本当に悪かった。もう二度と、お前には汚れ役なんかさせない。俺のそばで、負い目もなく笑っていられるようにしてやる。前の俺はもういないんだ。ここにいるのは今の俺だ。絶対に一緒になんかさせるか。ソフィア、全部の責任は俺だ。俺がこうなったのも、全部俺の甘さが生んだ結末だ。俺がメリアの異変に気づいていれば、ソフィアを悲しませることだってなかったんだ。でも、隠してたメリアにだって。アリシアは気づいてたんだろ。アリシアが気づいて、俺は気づかなかったんだろ。なら俺が悪い。二人ともに、負い目を感じる必要性なんてどこにもないんだよ。この場で謝りたい。そして約束させてくれ。俺たち仲間に危機が来れば、絶対に相談してくれ。そして俺はお前たちの主だ。守られるだけじゃ嫌なんだ。俺にも、お前たちを、守らせてくれ。ご主人、パト様、パト。ソフィア、お前はいらない存在なんかじゃない。確かに抹殺を命令されたかもしれない。でもさ、メリアや、そのアリシアって子、エルフ族の人だって。もちろん俺だって、ソフィアを必要としてたんだろ。だったらソフィアは必要な存在だよ。でも私に生きる資格なんて。だったら俺がソフィアの生きる意味になってやる。専属神は主のために生きるんだ。誰かのためじゃない？そこに帝王神なんか関係ない。俺がお前の生きる意味になってやる。私、2年も約束破ったよ。俺も2年間約束を忘れてたんだ。お互い様だ。私と一緒にいたら命を狙われるかもしれないよ。乗り越えてやるさ。それができなくて何が主だ。私、めんどくさいよ。安心しな。めんどくさい奴の相手は慣れてる。言っていいの？それ。後で怒られるかもな。あはははは。ソフィア、長い間、待たせて悪かった。今は昔と違って強くもないし、威厳もないかもしれない。足りないところだらけだ。それでもいいなら、俺の専属神になってくれないか。長い長い悪夢から目覚めて、目覚めたらそこには私の求めてた幸せがあって。はは、言葉にできないや。
本当にいいの？もちろん、ずっと一緒だ。ああ、終わったと思った願いが、叶うんだ。私でよければ。これから絶対に守るよ、ソフィア。うん、でも無理はしないで、私にも守らせて。そうだな、もう一人じゃないんだ、支え合おう。俺は昔の俺が嫌いだ。俺は昔の甘い俺が嫌いだ。俺は昔の支えられてばっかの俺が嫌いだ。だから俺は嫌いな俺を乗り越えたいと思っている。守ってやるさ、全員。俺は主だ、もう誰も泣かせたりなんかするもんか。